今回はもともとクロックタワー3の続編として、作られていたデメントのボス戦と、4つのエンディングをそれぞれ紹介していくよ。まずは城での雑務などをこなす大男のデビリタス。主人公フィオナを大好きな人形と勘違いし、襲いかかってくるようになるが、そんなデビリタスに散々追い回され、フィオナは教会に追い詰められると、教会でバトルが発生。倒し方は意外と単純で、シャンデリアの両サイドにある固定している器具を破壊すれば良いだけ。チンチン開会してるデビリタスをうまく誘い、デビリタスの攻撃で壊していく。突進してくるデビリタスをうまく当てると、いい感じに壊してくれるんだ。またデビリタスには正面から向かっていくと、あっという間にボコられてしまうので注意が必要だ。タックル対決をしてもぶっ飛ばされてしまうよ。さらにデビリタスに捕まってしまうと、逃げれず絞め殺されることも。そんなこんなで2つとも壊させると、うまい具合にデビリタスにシャンデリアが当たり、無事デビリタスの撃破に成功。ただデビリタスは死んではおらず、立ち上がってくるんだけど、フィオナに土下座をするとそのまま去っていった。続く二人目の追っ手として登場したのは、メイドとして料理を作ったりしていたダニエラ。鏡などに自分の姿が映ると発狂し、突如襲ってくるようになり、フィオナは再び追われることに。追ってくる割にはフィオナよりも自分の仕事を優先することがあるんだよね。ミス、It's cleaning time now。 そんなダニエラだけど、フィオナが図書室の先へ進むと、フィオナを追いかけるようにやってき、見るからにヤバそうだが、ここでバトルが発生。パッと見てわかるように、ここでは4つの台座を奥まで押せばよいため、ダニエラを直接攻撃していくわけではないが、台座を押している間に邪魔をしてくるため、フィオナが戦うというより、犬のヒューイが邪魔するダニエラと戦う展開に。攻撃を重ねているとダニエラのダウンを取れ、この時は台座を押す絶好のチャンスだ。ただ逆にヒューイがダウンすることもあり、こうなってしまったらフィオナも応戦だ。ヒューイがいないと台座を押すどころではなくなり、自らタックルでダウンを奪うことも重要だ。そんなこんなで4つの台座を動かし終えると、ガラス片に貫かれたダニエラは絶命したのだった。その後3人目の追跡者として城の執事を名乗るリカルドが登場。先の追跡者とは違い、銃を持ち遠距離攻撃までしてくるが、そんなことよりヤバいのがこのリカルドの顔である。このゲームはイベントシーンの監督をあの竹中直人氏が担当したとのことだが、リカルドがフードを脱ぐと、そこにはどう見ても竹中氏にそっくりなキャラが登場。
かなりしらけてしまうユーザーも多かっただろうが。We are clones. そんな竹中リカルドに追われたフィオナは、塔のてっぺんで追い詰められると、ここでバトルへと発展。このバトルではリカルドを落とすことが目的のため、ジオラマの前の崩れそうなところを崩して、銃を穴から潜らせて突撃で落とすんだけど、ここでこのクソ犬が本領発揮するんだよね。潜らせたはいいものの出てほしいところに出てくれず、どうでもいいところからスタンバイ。気まぐれなヒューイにイラッとしたプレイヤーも多いが、ある程度リカルドを攻撃させておくと、動きが遅くなり狙う際にかなり楽になる。無事正面の穴から顔を出していればあとはこっちのものだ。そして手足があらぬ方向へと曲がり転落死した。その後最後の追跡者として登場したロレンツォ。ロレンツォはフィオナのアゾートを狙い、老いた体に車椅子で登場するが、90歳と思えぬ匍匐前進でフィオナを追いかけ回す。これにはスネークもびっくりである。やばいジジイに追われるフィオナであったが、そんなフィオナはロレンツォを着眼器へ誘い込むと、無事ロレンツォを倒したかに思われたが、リカルドのアゾートを取り込んでいたことで、まさかの若返って復活。再び追われることになったフィオナは、溶鉱炉へと追い詰められると、ここでバトルへと発展。Let's finish this, Fiona. My thank you. Futile. このバトルでは部屋が揺れると落ちて狂いしよう。溶鉱炉へと落とせば火柱が上がり、床に落ちる火に誘い込んでダメージを与えていくが、床のスイッチを踏んで影を起こすとより石が落ちやすい。蒸気に当てたり周回火に誘い込むと、今度こそ死んだかと思われたが、まさかの燃えながら落ちてくるようになり、触れるだけで殺されてしまうヤバいやつに、地面が揺れ逃げにくい中でフィオナは必死に走って逃げると、ロレンツォから今度こそ逃げ切ったのだった。Thanks, Huey. こちらの A エンディングではヒューイが何かに気づくと、死んでいなかったデビリタスが再び登場。
フィオナたちはそのまま脱出していくが、一方のデビリタスはまるでシザーマンが使っていたかのような大きなハサミを持って庭でチョキチョキ、最後の最後でこんな様子をぶち込んできて、名前は変われども歓喜したファンも多かったことだろう。ちなみにデビリタス戦でシャンデリアを使わず普通に攻撃しまくって倒した場合は、ご覧のように大の字で倒れてしまい、エンディングでは A のようにデビリタスが登場せず、ただフィオナたちが脱出するだけのエンディング B へと変化する。続いては2周目以降限定になるが、デビリタスをシャンデリアで撃退後に小屋へ行くと、デビリタスが鍵をくれるんだけど、この鍵でレストルームのドアを開くことができ、そのまま奥へ行くと縄文の鍵を入手できるんだ。1周目では鍵が置かれてないんだけど、これを縄文で使うと、Thanks, Huey. ダニエラたちに追われる前に脱出することに成功し、エンディング C が発生。Come on, boy. そしてラストはエンディング D なんだけど、これはヒューイとの関係を最悪にする必要があり、とにかくこのクソ犬がーと言わんばかりに叱ったり蹴ったりしまくって、森で竹中リカルドに出会うところまで進めると、どうへ行かずそのままエンディングが発生。ああ、You're a Fiona.I've decided you shall give birth to me. Don't worry. I do not intend to kill you. If you would just lend me your womb. What? I shall be born again. This time, with your Azoth.
もともとロレンツに生み出されたクローンだったリカルドは、クローンではないものを生み直させようと身ごもらせ、イオナは狂ったように笑い、最悪の結末を迎えるのだった。